高宗ムネタケとは、中華民国の外交官。日中戦争の和平派であり、後ハノイに脱出した王朝名と行動を共にしたが、王朝名政府樹立直前に、日本側の条件があまりにも過酷であることを批判して、王朝名と決別した。1928年、土日して、九州帝国大学法学部に入学、政治学を専攻。 その後東京帝国大学へ学士入学。1932年、中国に帰国。中央日報紙に書いた5.15事件についての論文が注目され、間もなく小解析のブレーンの一人となった。1934年、28歳の若さにして、国民党政府の阿州市長に就任。六行橋事件の際に、河胸武,武は和平交渉中に、 日高新六郎と会見をしている。7月25日に南京では日高高宗武会見で国民政府も現地協定の解決条件を黙認する意向であることが明らかにされた。しかし中国側による高安門事件、老亡事件が勃発する。8月7日、船津達一郎元総領事が上海に到着すると9日に高宗武と会談し、 河北問題を迅速かつ局部的に解決することが特策であると説得した。公は同日午後に川越大使とも会談して交渉は順調に進んでいくかに見えたが、同日夕刻に上海で大戦事件が発生すると事態はにわかに緊迫の度を高た。船津は各方面を奔走し平和的解決に向けて中国側の説得に努めたが、13日には 上海で日中両軍間に交戦が始まり、14日には全面衝突に発展した。日中戦争2年目の1938年、トラウトマンによる調停が不調に終わった後、いくつかのルートでの日中和平交渉が水面下で進展していた。高宗武工作もそのうちの一つと位置づけられる。1938年3月5日、高宗武は、 日本側の和平に関する考え方を探るために、信仰のあった松本重春を密かに訪ねた。これをきっかけに、コ宗武は、日本側和平派と、たびたび接触を重ねるようになり、その後、西吉明の強い勧めもあり、コ宗武は、和平工作のための極秘来日を決意した。7月3日、コ宗武は、エンブレス・オブ・ジャパン号にて日本へ出発。この時、 松本茂春が、同盟通信社の自動車に密かに、コ宗ムネタケを乗せ、同盟通信、と、大声で叫んで保証を誤魔化し、日本側の警戒する、ガーデンブリッジを通過したエピソードは有名である。7月5日、来日、その後21日に、日本を離れるまで、コ宗ムネタケは、影佐貞田明の導きにより、この絵踏み丸首相、板垣聖司郎陸将、 今井竹雄参謀本部品藩町などの日本の要人と会談した。郝胸竹は、蒋介石政権の存続を前提として、和平派、王朝明への支持を求めたが、蒋介石の下野に固執する日本側は中国の和平派の存在に課題に期待する結果となった。この極避来日は、蒋介石の命令を無視したものであったため、郝胸竹はこれ以降、 小介石の不況を買うこととなった。その後の王朝明工作の進展の中で、1938年12月18日、王朝明は重慶を脱出、小介石と決別した。しかし日本側との密約であった日本軍の撤兵の約束は保護にされ、昆明四川の中国側軍閥からも期待したような同調の動きはなく、さらに工作の中心であった。 この絵首相も突然辞職してしまったため、最初の構想であった和平工作は頓挫した。コ宗武は、王朝明の重慶脱出をせかし、さらに、王朝明のハノイ脱出後は、王朝明グループの一員として行動するなど、初期から工作に関わりを持ったが、樹立する政権は、日本の区別になってはならないことを誰よりも強く、主張していたのも、コ宗武であったと伝えられる。 王朝明政権の傀来性に懸念を強めた、河宗武は、王朝明政権受立直前の1940年1月、同じく、日本との和平工作に従事していた、陶器生と共に、突然香港へ逃亡した。逃亡の際、日本側の和平条件の原案に不満を抱いて、王朝明政府構想に係る、日本側の内訳原案である、花日清関係調整要項を、 国民統計新聞、大広報で暴露し、香港の各新聞は一斉にトップ記事でこの内容を報道し、王朝名側に大きなショックを与えた。軍事、1、防強中東県2、治安中東県3、中東区域内の鉄道、航空、通信、主要港湾、水路の軍事上の要求権及び監督権、4、日本軍軍事顧問団の中国軍指導権、経済、 1. 1全中国における航空支配権に国防上必要な特定資源の開発利用に関する企業権3。豪強氏における経済の指導権及び参与権4。河北の鉄道掌握権5。河北における無線通信の日課共同経営権6。河北における特定資源、中でも 国防上必要な埋蔵資源の開発利用権7、河北での国防上必要な特定事業に関する、合弁事業3予見8、北政務委員会の経済行政に関する内面、指導権9、満州国の承認、河宗武,武らが、各新聞社宛に、調整要項の過酷さは、21翼上要求に2倍し、中国を続国にしようとするものだと手紙を出して、 調整要項のコピーを暴露したのである。王朝明との決別後はアメリカに渡った。一方、1939年に出された過酷な条件は1940年の切り工作で緩和された。しばらく惨憺たる生活をしていたが、証券会社でタイピストとして働いていた夫人から株の知識を授けられ、晩年は悠々自適であったと伝えられる。ありがとうございます。